先ほどの鈴木言いますけども、1031リットルだとか、これがもう3月10日とかで、まあ、数字は、まあ、まあ、その曜日によってある程度の変動はあるんですけども、巡回してるその地域によって。で、まあ、やっぱりもうこういうことになっていきます。これで、労働時間ですよ。1日の拘束時間。15時間とかですよ。14時間とか。で、また遠いから、僕の場合。もうこれ、生野高原と同じを両方回ってるんですよ。そうじゃなかったらもう3月14日で、この数字絶対無理ですから。結構気温、常に上がってます。大したことないでしょ。交通費とか自分持ちで、これ、っていうことは、任意保険自分で入って、といてくれっていうことだったっていうことだったら、それ最低賃金法に当てはめて考えたら、やっぱり足らないと思いますよ。これも2コース回ってですから、だからまだね、そのマシな数字のように見えますけども、だからまあベテラン、まあ何年か行って慣れてる人間だったら、その両方とも回るっていうようなことができると思うんですが、この土ヶ丘南っていうところも、これはもう南と北両方合わせたところで、アイヌ台とか大川瀬のダムの近くの家とか、あの辺りとか含めてですね、あとは四つ辻とか、先ほどまあ地名を言われても関係者の人しかわからないと思いますけども、北神戸店の、まあ、青葉台はまだマシな方でしたね。まあ、これはその川西の、まあ川西なんですけども、713リットル、あの距離ですよ。だ、まあ、これも稲川。これも年末になんとか3500リットル、ぐらいだったんじゃないですかね。いや、一回ね、川西か稲川でどちらかは給油して、4000リットルか4500リットルぐらい売ったような気がするんですけども、年末ぐらいですよ。まあ、あとは、給油はもうなしですね。途中での。これももともと辻ヶ丘南と北っていうコースがあって、もう戻ってみたら、時に、その2005年に会社、秀和株式会社、3シーズン目に戻った時に、販売数量の最大値が、辻ヶ丘北も南も2800リットルだったんですよ。最大値ですよ、年末の。もうそのところ早く合併しなきゃ、この無理でしょうっていうことで、その時のその、山口隆っていう人が店長だったんですけども、だから、その頃、どんな風な形でみんな生活していたのか。で、まあまあ、労働基準局とか、後から電話かけた方ですけども、その、やばいさん、歩合とかでも、厚生年金入れますよって教えてくれて、もうそんなもん、もうだいぶ前からそうですよ。いや、僕は何年前からなんですかって聞いたら、いや、もうだいぶ前からですよって。もう何年も前からですって。っていう話で、もう最初からちゃんと厚生年金、こういうふうな例を挙げてね、安倍政権の頃に副総理が麻生太郎さんで、二人とも、安倍さんも麻生太郎さんも僕面識ありましたから、この件を伝えたんですよ。これもう最初から、マイナンバーカードとかで、厚生年金に最初から会社に加入させて、もう強制的に加入させてあげるような形を作らなかったら、これもう絶対後で取り返し効かなくなるって。そのみんながみんな自分で裁判できないでしょ。私もこの裁判の途中で、精神病院入れられてるんですよ。だから上が警察官とか。で、区役所の方の、その主査の人で、勘違いしてた人がいるんですよ。僕が言ってること。この人これぐらいの稼ぎがあるのに、なぜ、その、住民税のことで、ダダをこねてるんだって勘違いしちゃった人がいるんですよ。僕が直接話していた主査とは別の主査の人は。だから、だから、まあ、同じ働いてるところで、同じフロアだったから聞こえていたんでしょうけども、
だから僕の様子を聞いたときに、ダダをこねてるように聞こえてたんじゃないですか。いや、そんなわけないですけど、いや、そんな、僕は計算したけど、いや、こんな金額になるわけないんですけども、って、いや、会社のお金払ってもらってないですっていうこととかまで。だから、その主査の、僕の担当してくれてた主査の人と、そこまで会社の、じゃあ一回支払った内容を調べてみましょうっていうことになって、で、そこで調べ始めて、それが分かったんですよ。供託金とかそれやっていうことが。で、ガソリン代とかこっち持ちだから、だからもう絶対最低賃金法から、外れて、交通費も出してもらってない状態で、厚生年金もかけてもらってなくて、で、家賃とか上がるっていう最悪の状態、住民税とか上がって、国民年金保険とかも、国民健康保険。だもう法律名探し出して、だからもう裁判所に、もうちょっとマシな書類とかもあったんですけども、いろんな法律名違反してる法律 もういっぱいあって、本当に六法全書を一通り全部読みましたから、もうこんなんじゃもう全然足らないんですよ。で、今日ね、横通り過ぎた人が、悠仁様の目が大きくなったバージョンの人かなと思ったんですよ。以前も横通り過ぎた人なんですけど、多分ね、この黒柳徹さんの息子さんじゃないですか。黒柳徹子さんの親族の方ですよね。昔フルーツラパークで会ったことあるんですよ。多分そうだと思うんですけども。で、この人が秀和株式会社の補佐人として法廷に出てきてくれて、一切もう何も喋らないで、裁判進めるっていう形で、まあ、もう会社がこれだけのことしてまして、もうこの人も弁護士さんだと思うんですけども、まあ、弁護士さんが3人ほど、まあ、担当っていうことだ、だと思うんですけど、どうって書いてるからですよね。弁護士さんですよね。でもここの会社がどれだけむちゃくちゃなことしてるかっていうことをよく分かってるから、もう法廷で一切何も喋らない。で、僕の家の横とか僕の横を何回か横通り過ぎてるんですけども、テレビに出てる黒柳徹子さんは、我々の方で助けますとか、まあそういうことは言ってくれてたんですけども、いや、だから裁判、まあこの人もね、びっくりだと思うんですよ。裁判の途中で僕は強制入院させられ、まあ入院させられてますから。で、ただこの時は、家族が騙されて、家族が病院連れて行ってるんですよ。兄の高原病院に。で、それ、ここ、多分、晴山性骨髄とかが原因。で、外から絡んでくる連中とかものすごくたくさんいて、最初の方が、だから、0時00になってもドアの音バターンバターンってさせてくる。で、もう寝れない、睡眠不足。で、その状態で法律面とか探し出して、こんだけややこしい書類。もう他にももっとありますから。これだけじゃないんですよ、全然。もうびっくりしますから、この辺とかも、もうだいぶややこしいですから、本当に。ごめんなさいね、もう最後の方、なんか抽象的な言い方で。で、ちょっと待ってください。さっきのホームサービスの話、覚えてます？こちらの方、もう書類、もう周り見渡してもこんな状態になりますから、もうどの書類探し出して説明したらいいのかっていうところで、これ一応5月16日か5月31日の分なんですけども、その前のね、これ4月16日から5月15日のものが、多分これだと思うんですよ。けどなんか数字がなんか変でしょ？銀行振込書かれてるのと。まあ多分、源泉を引いてるっていうことですかね。まあ、源泉を引いてるんだったらまだわかるんですけども。ちょっと待ってくださいね。あ、あったあった。ないかと思いますよ。一回。すぐ、次はシャープエンジニアリングの振り込みになってたから、二回目のこっちの週は、ホームサービスの方の振り込みがなかったんじゃないかと一瞬思って。でもなんかこれもなんか、まあ、源泉税もあんまりたくさん引けなかったんですかね。まあ、けど、もうこれガソリン代とか引かせてもらわなかったら、いや、もう自分の車の持ち込みでしてるから、でしょ。だからもうこんな、家賃とかもう払ったりするの本当精一杯で、この余分なこのガソリンとかでなくなってる仕事だから、
シューガー株式会社の灯油の巡回販売の方は、会社の、軽油を、タンクローリーに積んでましたから、そこは普通の交通費だけなんです。これは自分の会社 の自分の車の持ち込みで、自分の車で、その、兵庫県の各地を走り回ってるんですよ。で、でも何万もかかりますよ。ガソリン代だけで。シャープエンジニアリングさんの時の方は、やっぱり日本に名前が通ってる会社ですから、駐車場にちゃんと車止めて修理しなさいっていうことで、もうさ、稼ぎは大きく8月だけ見えます。長時間労働ね。ここからガソリン代と駐車場代引きますから、駐車場代びっくりしますよ。で、これ、いちいち明細書のその書類の整理とかはものすごい大変になりますから、書類だらけになって、領収書が。もうほんと時間切るのは絶対いい。これ、ここは労働時間、どうですかね、300時間ぐらいかな。まあ、ここでも結局居眠り、通勤の時、帰宅の時に居眠り運転で追突事故発生してますね。だまずその、急にここは、まあ、シャープエンジニアリングさん、の方も、何かね、そういうふうな状況、働かせすぎだっていうことで、所長が、対応してくれてたんですけども、須崎さんっていう人が。で、前、タクシーだったんですよ。で、そのタクシーに乗って寝ていた人物が、同じシャープエンジニアリングで働いていた人に似てたんですよ。浜田っていう名前の男性だったんですけど、まあ、それも、その所長が、叱ってくれていて、数日後に発覚してるから、一応人と人が繋がった時に寝てしまう状態っていうのは、これはあります。だから、居眠り運転の事故、まあ、けど、まあ、この労働時間とか、この現状だったら、まあ、居眠り運転普通はなります。もうこれが普通だと、それがどちらかというと普通だと思いますよ。一月で122件も回るものじゃないと思いますよ。近辺のところで効率よく回るんだったらわかりますけども、一月ですよ。このうち取り消しとかありますけども、これ件数は回ってるんですよ。で、どの部分を修理しなきゃならないのかを確認したりしてますから。なお、まあけど、これでガソリン代とか駐車場代とか引いて、あと交通費とかも出てないですから、だからもう足らないものだらけだってわかるでしょ。だから最低賃金法で、ボーナスとか住居手当とか扶養手当出してもらってる人の方が稼げるんですよ。稼いでるんですよ。これが実態なんです。ちょっとまあ次もう何を説明しようかなというところで、まあだから最初の方の1年目の新人の時の話が一番きついですね。だから日給1万円か1万1000円。それで3500リッター売れるまで、朝の8時から、だから夜の22時、早くて30分、22時30分で終わるのが、仕事。で、そうそう、あと、こちらの時間給の頃、これね、朝の7時半出勤に変わったんですよ。車両点検とか、出発する前にしなきゃなんないっていうことになって。ブレーキとか、しっかり効くかどうかとか試して、まあ、ブレーキのところ、中、キャビンを上げて、そのブレーキのところの調整をしたりとかして、ブレーキを効きやすくしたりだとか、まあベルトはファンベルトは大丈夫かどうかだとか、まあそこそこ肩の古い、その一回ね、これサイドブレーキをこう引くやつ、2号車って言ってたような気がするんです。3号車だったかな、社長が乗って現れたことがあるんですけども、昔これに乗っていたからとかで、それが一回北神戸店に配備されたことがあって、もう正直、あれは怖いですね、引くやつ。あれ、くるっとちょっと回したら、こう、スコンってサイドレバーが落ちるような形になるじゃないですか。まあ、手の動きで言うと、こう回したらでしたっけ？そしたらこう、スコンって勝手に
戻るじゃないですか。普通のサイドレバーでこうグッて引いたら、あとはもう降りた時に、だから何を言ってるかって、我々、上り坂とか下り坂があって、そこに車を止めるわけじゃないですか。じゃあ、あのサイドブレーキって怖いんですよ。これ何か振動とかがあった時に、これくるんって回ったらどうすんのって。それも勝手に走り出すっていう。いや、だからもうそんな号車無理無理無理っていうのが本音で、いや、ちょっとその号車には乗りたくないんですけど、っていうのは、普通。で、まあ僕は、まあ、ちょっとそれは嫌ですっていうことを言って。だからスマテン、この時間給のこの労働時間の方は分かりやすいと思うんですけども、まあ他の時も結局そうだったんですけども、その手話株式会社、労働時間が長すぎるから、京都の方では電車と衝突、踏切で、タンクローリーがもう倒れてました。で、だから結構な衝撃力があったんじゃないですか。それ新聞に載ってます。で、この年の時は、平成19年の4月、だから平成18年の秋口、10月の頃、10月、11月、スマテンの方では、一月に3台も横転事故起きてるんですよ。みんなこんな労働時間絶対無理ですから、居眠り運転。それも、坂がきついところですね。だから、この裁判、普通に考えたら、元本の組み込みの話は一旦置いたとしても、まあその時で考えたらいいですかね。まあ、平成21年に訴訟したとして、まあまあ、最初の方は2000年から2001年とか、2001年から2002年の冬場だったから、やっぱり元々のところから 1.5 倍近くにはなります。払ってないお金。民法の金利年5分。で元本の組み込みがありますから1年を経過したらですよ。でそれでそういうのでそのいろんなこと全部合算したらこれ多分その時平成21年の時点で500万円はあると思います。多分いやもう会社からその交通事故を起こした時にスマテンの対応もめちゃくちゃでそんな長時間労働させられていて横転事故が起きてるのに反省文書かされて他の店舗北神戸店とかに貼り付けられてるんですよ。その反省文むちゃくちゃでしょ。でいやだからその時のスマテの店長はどういう人だったかちょっと名前を覚えてないんですけどもいやだからそれ店長捕まるでしょ。で一応北神戸店の警察官だった人が有馬警察署ではその山口隆っていう人はその交通課の警察官の制服を着て座ってたこと今まで何回か見たことあります。もう全然冗談じゃない話でしょ。だからもう、だから割増金とかがつくものだから、だから、1700時間超えてましたから、約半年で。それだけでも、やっぱり300万円くらいなんじゃないですか。200万円くらい？ですかね。まあ、どちらにしても全然足らないですよね。で、あと、その供託金とかで会社に抑えられてるお金、払ってもらえてないお金、銀行に振り込んでくれたらいいじゃないですか。口座とか明かしたんですよ。最初の1年目、2年目の時とか。その時の店長は、竹縄って名乗ってましたけども、多分上田さんっていう人で、僕は神戸市兵庫区生まれなんですけど、港川中学校に通っていた時の野球部の1個上の先輩だった可能性があるんですよ。キャッチャーで。で、サードを守っていた森本さんっていう人は、その当時からなんか自衛官になるとか言ってたんですけども、本当に自衛官になってましたね。で、その人は、教官になっていて、レンジャー部隊の人の、教育をしていて、ものすごい厳しい
訓練を課していて、もう国立を やりすぎだと、ちょっとそこまで行くと本当に違法行為になりますよっていう心の声で、森本さんに投げかけてるんですけども、でも森本さんはあの時の同じ中学校の野球部の、後輩の一つ年下の、あのセカンド守ってた淡井って、一番最初僕、野球部出身じゃなかったんですよ。小学生の頃野球部入ってなかったものですから、だから他の人全員野球部出身の人たちだったから、最初追いつくのが大変で、だから最初のゴロの取り方を、だから緩いゴロとか前にこう走っていって取らなかったら、ランナーがいないものですから、すぐに投げなかったら間に合わないっていうことが分かってなかったんですよ。その頃は、中学1年生の頃は。だから最初突出して野球のことが分かってないものが1名いるなっていうのがその時の野球部の雰囲気だったんですけども、まあその上田さんっていう人は特別性格はどちらかというと良い人のように見えましたね。まあ、森本さんはまあそのやっぱり自衛官行くだけあってどちらかというと根性タイプですね。気合とか根性のサードを守っていて、まあ、軟式野球っていうこともあって、まあ、学校の先生が監督としてそのノックをしていた時に言ったりしてる部分とかもあったからだと思うんですけども、打球を体で止めるっていう、絶対後ろに反らさない、最低でも前に落とす、それでそこから拾って全力で投げれば、まあ、間に合うからと、まあ、サードは基本的に、まあ、速い打球とかが、まあ、サードファーストは多いわけじゃないですか、距離が近くて。まあ、自衛官になったのも、まあ、なんとなく、まあ、一致するなとは思ったりとかもするんですけども、まあ、まさかレンジャー部隊の教官をしていたとはっていうところで、これぐらいの、その、訴えてた頃か、その後ぐらいですね、そういうような映像が流れていたのは。だから、その頃、僕は30歳ぐらいの頃でしたから、まあ、一つ上の先輩でしたから、だからまあ、30ちょっとで、もう40になる前にレンジャー部隊とかの教官になってたぐらいですから、まあすごいんじゃないですか。ただまあ、頭がいい方のその弁護士さんタイプとか法律家の方の方で、その法律に強い人たちでちょっとこの件も助けてほしい。その、一応民法では、時効は、永久的にその事故によるその損失は永久的に発生しないっていうような内容のものがあります、民法で。なあ、それあと途中でだから精神病院に入れられて細胞妨害されてますから、それ損害賠償を考えたら、その精神病院に連れて行こうと姉をそそのかした人間、この住宅の周りに潜んでいた人間ですよ。兄の第一タウンハイツに入り込んでいた人間とか、春山整骨院に集まってた人間。この周りの住人。だから昔一回そこを、2003年の時に建物解体してるから、僕にいっぱい絡んできた人間とかがいて、家の横とか歩いて。だからその人たち全員共犯になってくるんですよ。だからこの2021年ぐらいの頃に、もう一度、春山整骨院っていうものが出来上がって、今こう、撮影の仕方が変になってるでしょ。これ警察官の言葉を意識しすぎてるんですよ。家の中から、外の人を撮影するのはやめようとかいうことを、この間、佐藤さんっていう警察官の人が言ったんですよ。その人自体が人柄が悪そうな人ではないんですけど、やっぱりマスクをしてる人ですから、まあ、いろいろ事情持ちの人なんでしょうけども、でもある程度これ撮影させてもらわなかったらわからないでしょ。証拠にもなりづらいし。で、これ、何が問題かっていうと、こう、警察官の人が何か発言することによって、こうなるんですよ、画像が。こう、スローモーションのコマ送りみたいになってるんですよ、今、こちらが見てる画面では。これが本当なんですよ。だから警察官の人も、何かこう、もう、その人も、だから僕の状況を全部聞いてもらって、で分かってる人だったら、これ証拠作りとかでこれ撮影しなきゃ無理だなっていうことが分かるんでしょうけども、だからその佐藤さんの言ってることも無理があるんですよ。
だからこれなかったことにしようとしていたようにしか見えなくなるんですよ。だから有馬警察署の警察官であったとしても兵庫県警だとしても、まあ、一番は、まあね、日本人の警察官はみんな、ね、同じ警視総監のもとなんですから。だからもう状況によってはもうすごいひどい隠蔽になるわけじゃないですか。だからスマ店のその横転事故があった時の店長の人も警察官とか警察してた人ですか。茶色い服だったとしても、いやだからこれね、もう最初から弁護士さんとかが書く会社いなかったらこれ多分無理ですよ。だって私も下の者として入ってるから、あと法的な知識とかもないから、もう公正合わせって言われたらもうそうするしかなくなりますから。で特にその山口隆っていうものが北神戸店からスマ店の店長にこの頃にはもう移動してるんですけども、その前の年もね、その前の、この前の冬の年の労働時間も、まあ、こういうふうな形になってたんですよ。で、そのものが、その、スマ店に移動する前に、新人の人間が事故したらどうするとか、まあ、そういうふうなことを言い始めて、その後の店長、木田さんっていう人だったと思うんですけども、その人はもう週5日で って言ってくれてたんですけども、結局週6日になるという形ですね。その、新しく入ってきた新人の話で、ね、その、そいつが事故したらどうするっていうような話をされて、もうそこまで、だって普通警察官してた人だったら分かるわけじゃないですか。こんな労働時間働かせたらダメだっていうこと。もうこういうふうなことがいろいろあって、それを言って今まで何回も。それでまあ岸田さんの時に、岸田政権の時にやっと、東京から名古屋までは、自動運転の、車を走らせると。大型のトラックの世界もそうなんですよ、深夜の。長時間労働。いやだから昔からその高速道路とかの追突事故ってたくさん見るじゃないですか。トラックとかの。もう原因全部それなんですよ。居眠り運転とか。長時間労働。もう最初から無理がありすぎます。こんな労働時間でね、一人暮らしとかで、家帰ってきて、飯作って、その、お風呂入ってって、掃除してて、どこにそんな時間あると思います。だからもう、お風呂入って上がってきた時、もう風呂の中で、溺れそうになったことありましたか。もう風呂場に、輸送の中でもう寝て、ブクブクブクって、うわーってなって。で、あと他の日で、もう風呂から上がってきて、もう本当に眠たくて、風呂から上がってきて、もうヨタヨタになっていて、もう服全部着る前に、エアコンの暖房の、その、ボタン入れる前に、もう力尽きて、自分の部屋までたどり着いたところで寝てしまって、その1時間後に目覚まして、もう全身ものすごい震え方で、もうものすごく気温低いですよ。もう部屋の中で吐く息は白いですから。ガタ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 って、もうそれでもうなんとかもう、なんとか、立ち上がって、もうちょっとずつしかもう歩けないような状態で、とにかく風呂場行って、もう体動かないんですよ。もう心臓になってるから、透視指導になって、もうこういうふうな形で、もう、前から倒れ込むような形で風呂の世の中に飛び込んで、もちろんぬるくなってますよ。その前に入った風呂でしたから、その時。で、それで、なんとかもう、こん手震えながらなんとか温める、湯を温めるボタンなんとか押して、で、それでもうずっと中で震えていて、30分ぐらい。で、やっとその温度が上がってきた時に、その震えがやっと収まってくるんですけども、次の日も出勤。こういう状況ですよ。もう他にもいろんな話いっぱいあります。もっとあります、いろんな話。今のが氷山の一角です。もうバッテリーが残り 2% なので、一旦撮影終わりにします。